皆さんはじめまして。 3.11 岩手協会ネットワーク事務局の佐々木です。今日は1月20日に行われた第4回東日本選挙ネットワークのレポートをいたします。第4回東日本選挙ネットワークは去る1月20日に宮城県仙台市にあります仙台バプテスト神学校を会場に行われました。今回の参加者は被災4県を中心におよそ50名でした。このネットワークは2013年11月に福島県郡山市で開催された震災支援関連のシンポジウムをきっかけに誕生しました。東日本大震災を受けて各県の地域協会や諸団体が改めて被災地域での働き、支援の在り方、選挙の意味、課題などを分かち合い、互いの励ましになるようにと始められたものです。当初は被災4県と言われる岩手、宮城、福島、茨城を中心に考え、被災地キリスト教ネットワークとしておりましたが、被災地で直面している課題が被災地だけのものではないということに気づかされ、東日本選挙ネットワークと改めたわけです。さて、第4回目の開催となった1月の集会では、宮城県南三陸町での働きをなさっている中澤達夫牧師と、クラッシュジャパン代表のジョナサン・ウィルソン牧師をメインの発題者に迎えました。中澤氏はまず、震災直後から現在までの支援活動を振り返り、段階ごとに少しずつ支援内容が変わってきたことを説明しました。現在は地域支援活動やイベント支援、沢会などが大半を占めていますが、今後は丁寧な訪問活動に力を入れたいとおっしゃっていました。また、個々人に対する支援だけでなく、地域共同体全体に寄与できるような共同、共助を聖書が示す天国の一体感を味わえるものとして行っていくことが大切だと指摘しておられました。ジョナサン氏の発題は、クラッシュジャパンというパラチャーチの働きを自ら一人の地域教会牧師という立場で振り返ってくださった内容とも言えました。これまでの働き、地域教会との関わりを振り返って、災害支援の専門性を持った働きであっても、働きの中心は地域教会にあるという原則に徹すべきだと指摘しておられました。さて、被災地の状況は災害公営住宅への移行期間に入っており、津波被害を受けた地域のかさ上げ工事や防潮堤建設など復興事業は着々と進んでいます。しかし、被災者一人一人の実感としての生活再建やなりわいの再建については、相当に格差があり、地域ごとに異なった課題があります。震災後に生まれた新しい人とのつながりが、またやり直しになることへの不安や疲れもあります。そうした中で、教会を中心とした息の長い支援活動が行われていることは感謝なことです。また、このような働きを通して、キリスト教に関心を持ち、信仰告白に至るケースも聞かれます。大きな被害を受けた地域は、その多くが、もともと教会の少ないエリアです。長い伝道の歴史はありますが、なかなか実を結ぶことが難しかったのも事実です。神様はそうした地域にもう一度福音宣教の必要性があることを教え、支援活動を通しながら福音宣教の在り方についても多くのことを教えてくださっています。継続されていく被災地での支援活動は、そのまま福音を証しするものとして用いられることを覚えて、これからもお祈りとご支援を心からお願いいたします。以上、 3.11 岩手協会ネットワークの佐々木がお伝えしました。